よっ。ただいま。こんばんは。福田あかりです。お疲れ様でした。インスタライブ大変だった。緊張は全くしてないけど最初になんか言っちゃいけなかったらしいこと言っちゃってめっちゃそっから焦っててずっと「え待ってやばいやばい大丈夫これ」って思ってたら終わった後からスタッフさんに「福ちゃんめっちゃ焦ってたでしょ大丈夫だよ」焦ってることを悟られないように頑張ってたけどバレてたっぽい。そうめっちゃ焦ってた。それで焦ってたら終わった。なんかいろいろ聞かれてももうずっと頭真っ白だったけどなんとかやれましたねビビってた。終わった直後に福田さん面白かったって言われてた。本当？地味にクレイさん出るの2回目だからね。まあその辺の緊張感はなかったかも。まあまあ。まあ無事やれました。30代半ば説出てたけど てかねインスタライブすげえ。あのね始めた前から後で50人ぐらいフォロワー増えとった。たまにやるわ。目がこうなった。未知の家の犬の目みたいになった。すごくね。だって私何もしてない今日。すごいとか言ってただけなのに50人ぐらい増えててどの層と思いながら。びっくりした。たまにやろう。やっぱ配信バイトはいろいろやるのありだよね。てかなんで今ショールームしてんだろう私。え待ってなんでショールームしてんの今。意味わかんない。帰ったらショールームつけなきゃっていう謎の。もうね今日ねちょっとね、配信中みんな察してたかもしれないけど、割と頭真っ白だったんですよ、ずっと。なんか、ずっとね、ずっとっていうかもう、ちょっとね、もう脳みそパンクなんですよ。昨日多分、全然2、3時間しか寝てないのもあって、もう頭真っ白なんですけど、とりあえず、あの、悪い意味じゃなくて脳死って言葉を使わせてもらうと、本当に脳死でつけました、今、ショールームを。ごめんね、こういう言葉使っちゃダメだね。でもなんて言えばいいか分からなくて、本当にもう帰ってきた条件反射、あそれ条件反射でつけました。びっくりした今。10時からミクチャしますびっくりした。え普通にみんなもさ「お疲れ」とか言ってるけどさ間違ってるよとかじゃなかったもんね。びっくりした。もういっか。無意識だった。ちょっといや意識はあったんだろうけど、意識はあったけど無意識だった。普通に始めちゃってた。みんなも条件反射か。ま
まあ、いっか、ミクチャに来てねっていう集合ラインということで、集合ライン集合 なんていうんですかね集合なんとかだと思って。アイスありがとう。ご飯はツイッター、ご飯はちょっとまだかな、まだお腹空いてない。うわ最悪、福田あかりって英語させたら悩んだ末にレイモデルから撤退の道を選ぶとか言われてる。そんな撤退とか言う言葉使ってないんだけど、だるいわこれは。勝手なこと言うよね、こうやってこういうのが嫌だからメールに全部書いて喋るのに、こう切り取るのやめてほしい。言葉の一つ一つを切り取って勝手につなげて勝手にするの、そういうマイナスの言葉を使うことでさ、今回 STU とミクチャとかレイとかとコラボしようってしてくれてる人が傷つくじゃん。こうやって自分たちのグループの幅を潰していくことになるんだよ、こういうのは。本当に分かってない。あえてそういう言葉を使わないようにしてるのに、なんでこういうことを書くの？ひどすぎる。はあ、これの広告収入とかで儲けてんのかな。嫌だな、どうなんだろう。こういうのが嫌だからメール書いて、その上であえてミクチャじゃなくてショールームで言葉を選んで喋ったのに、イメージだけでこうやってすぐするでしょ。もう嫌になっちゃうよ。まあいいや、分かってくれる人だけ分かってくれればいい。やばい、私青いサンゴ礁練習しとかないけん恐ろしい冗談言ってたよね、クレイユウキさん。やばいよ。いや、しないとはしないけど、エセ取りもらったけど、もうそんな尺はなかったけどでもさ、本当にそうだとしたらさ、本当にさ、もう全員びっくりしちゃうよねバンドメンバーの人たちもさ、俺たちの素敵なバンド、ボーカルこれでいいのかみたいな。いやでも絶対ノリノリなんだよね。やるってなったら。おもろかった、あのくだり。しかもさ、みんなコメント欄で絶対擁護しないじゃん。いや、ちょっとそれはやめておいた方がいいと思いますよ、みたいな。全部こっちから、あの、自分のこっちの画面でコメント見えなくなっちゃったから、こっちでずっと見てたんだけど、誰がやったか見えてるからな。見えてるからなって思いながら見てたからね。ファンキーって言われてた。ウケる。いやもう大事故になっちゃうんで、あのメンバーのカラオケ配信でやるのとは違うんで。違うんですよ、ちょっともう隠してるから。ノーアルなんとかは爪を隠すみたいな。ね。ノーアル服はへそを隠す。ノーアル服はへそを隠すから。ね。へそを隠し続けていきますよ。トゥン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 ト
るよね。私歯医者の受付で待って、もうまだいけるか。歯医者の受付で帰りにリップクリーム売ったら割と売れると思うんだけど。え、リップ塗ってる？でもさ、歯医者さんの手袋にさ、なんかリップつくの悪いなと思ってリップ塗れないんだけど。でも痛いんだよね、あれ。いつも帰りめっちゃカサカサの状態で帰るよね。それでリップ持っていこうって毎回思うんだけどね、帰り用に。え、だから唇が割れて、え、血がつくのよ。そう、うがいしてくださいってさ、定期的に起こされてうがいするじゃん。その時に紙コップもらうじゃん。紙コップに血つくよね。ちょっと、あ、唇切れてんだ私って思うよね。え、売れると思う。私めっちゃ歯医者の帰りは薬局でリップ買おうかなってめっちゃ迷うもん。いや、でも今買ってもこの一塗り100円か、家まで我慢しようみたいな。あ、そう、焼肉食べた後のガムみたいな感じで、なんか綿棒にピッてワセリンを欲しいな。で、塗って帰ってほしい。あれ安いんだよね、口多分。持ち歩いてないね、割と。マスク時代になってからもう化粧品を持ち歩かなくなった。あんまり持っていく、買っちゃいなよって。まあね、そうなんだけどね。いや、置いてたら絶対売れると思うんだよな。大人っぽい？今日はあれじゃない、ちょっと紫の服着てイヤリングしてるからじゃない。無限増殖する、わかる？え、歯医者で最後に仕上げにちょっとワセリン塗ってほしいな。てててて、乾燥するよね。っていう、なんかちょっと私が将来歯医者さんの受付嬢、受付嬢っていうのかな、受付のお姉ちゃん、お姉さんになったらリップクリーム売るわ1日5本ぐらい売れると思うんだけど。どうも売れるよね。私買いたいなと思う、追ってたら。唇吐いちゃいかんよね。吐いちゃう、でも吐いちゃダメ、我慢。枝毛を裂いちゃダメなのと一緒。でもリップクリームと目薬とビニールがさ、無限増殖するっていう決まってるからね。あと絆創膏も1枚欲しくて箱で買うからね無限増殖。そろそろ終わるか。ミクチャに集合、集合。一宮のね、二宮のね、ショールーム。髪型どんな風にしてるんですか？ポニーテールよ、普通に。こんな感じです。でもポニーテールの欠点は、なんか前から見えないから自撮りが漏れない。動いてたら可愛いんだけどね、ライブとか。いや、絆創膏増えますよね増える、無限に。しかもさ、絆創膏って時間経ったらなんかちょっと黄色くなってパリパリになってなんか使えなくなるよね。だから扱いむずい。ヨスケ、ヘイちゃん、ユータ、トカゲのおじさん、心拍、クマタカ、ハムニャン、ゴッチャン、ガチの釣り師、トヨヨ、シオリン、オウスケ、ヨシオン、アールアップ、コウ、ブーちゃん、アトム、キムコ、アオニヨシ、お金持ち先生、ありがとうございます。というわけで、この後はミクチャに、あ、予約入れるか。今日22時レイイベント
これミクちゃんのライブ予告ってどういう意味があるんだろうか、ちょっとわからないけど入れましたので、時間ある方はぜひ見に来てくださいませ。みんなで大移動じゃん。ということで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。今日めっちゃキャッチフレーズやる。おにおにおすと福田は瀬戸内サンドの飯はどんで決まり。香川県出身のくちゃんこと福田あかりです。でしたはちょっとまだ言わない、あと2時間もあるから今日が。福田あかりです。この後ミクチャするのでよかったら遊びに来てください。じゃあ、よいしょ、お疲れんこー。